智弁学園和歌山高校、そして市立和歌山高校ともに夏の甲子園出場経験を持つ強豪同士の対戦となりました。今日の第4試合、ご覧のようにいっぱいの方が詰めかけています。今日の君寺球場、風は右から左に緩やかに吹いています。では早速両校のスターティングメンバーご紹介をしてまいりましょう。先行は今シートノックを行っています市立和歌山です。1番がセカンドキャプテン村原大輔、不動のリードオフマンです。2番がショート通り博美、広角に打ち分けるバッター。3番がレフトの宮地浩二、右投げ左打ちのバッターです。そして4番がセンター川本良介、長打力のあるスイッチヒッターです。そして5番ファースト山口誠吾、器用な選手です、2年生。6番がライトの杉野幸喜、左バッター俊足強打のバッターです。そして7番がキャッチャー田中裕太、1年生ながら今日の先発のマスクをかぶります。そして8番ピッチャー山田秀樹、右投げ左打ち、今日エースの山田、こちらですね、今日先発のマウンドを任されました。そしてラストバッターサード川崎翔です。打線のつなぎ役3年生です。これが市立和歌山のスターティングオーダーです。控えのメンバーです。2番が宮田裕樹キャッチャーです。10番岸直樹ピッチャー、11番が矢田渡ピッチャー、13番中山翔太内野手1年生、14番池田正則キャッチャー、15番瀬戸口玲内野手です、16番東良太郎ピッチャーです、17番が赤尾千尋内野手、18番国保則明ピッチャー、そして19番が三木匠外野手、そして20番が山根正樹内野手。これが控えのメンバー市立和歌山高校です。その市立和歌山高校ですが、今シートノックを行っています。率いますのは半田真一監督、33歳。市立和歌山、前身市立和歌山商業の OB です。この夏の和歌山大会でも活躍をされました。そして平成16年から去年の7月まで副部長、コーチを、歴任されまして、去年の8月からチームを率いています。そして部長は山地康弘部長、38歳。今年の4月に部長に就任されました。紅葉高校の OB です。以前はサッカー部の顧問をされていたという部長です。そして今日スコアブックをつけますのが部員です。山上誠樹君、3年生。山上君が今日のスコアラーとしてベンチに入る市立和歌山高校です。さあその市立和歌山、春以降61試合とかなり多くゲームをこなしています。28勝24敗9分け、勝率が5割3分8厘、チームのアベレージが2割9分2厘ということなんですが、投打ともに本当にまとまったいいチームに仕上がってまいりました。夏の甲子園出場も経験している、過去3度出場経験のある市立和歌山高校です。さあそれでは後攻めです。大会9連覇を狙う智弁学園和歌山高校のスターティングメンバーです。1番がセカンドの坂本翔太、走行し揃った選手です。2番がサードの田中広明、成長著しい2年生。3番がショートの大倉拓也、春以降なんと4割5分5厘というアベレージを残しています。そして4番ピッチャー吉川雄大、春の公式戦では登板がありませんでした。エースが帰ってきました。夏の初戦先発のマウンドは吉川です。5番がライトキャプテンです、天野光大、勝負強い1バッター。6番がファーストの山田翔一郎、右の長距離引っ張ったです。7番がレフトの片山翔太、2年生、チャンスに強いバッターです。そして8番がセンター西健太郎、183センチの長身です。ラストバッターキャッチャー長一生、去年1年生ながら夏の君寺でマスクをかぶっている長が今日の先発マスクをかぶります。そして今1番が見えますが、少し腰に違和感があるということで、春の大会以降あまり登板機会がなかった吉川なんですが、この初戦市立和歌山とのゲームで先発のマウンドを任されましたエースの吉川です。そして控えのメンバーですが、2番西山東馬、キャッチャー1年生ながら非常に実力のある選手です。3番が山口翔太内野手、5番大畑達也内野手、7番小菅外翔外野手、10番は原大輝ピッチャーです、11番斉藤優太もピッチャー、12番小倉光雄もピッチャーです、13番山本龍がピッチャー、そして15番住山宝美内野手、そして18番滝本霊一内野手、そして20番岡信樹外野手となっています。さあその智弁学園和歌山高校を率いますのは高島仁監督、67歳、もうベテラン監督、甲子園通算63勝を挙げていらっしゃいます。部長は林守部長、53歳です。立命館大学から智弁学園和歌山高校、そして奈良智弁の監督も歴任されました。こちらが
名将高嶋仁監督率います智弁学園和歌山高校。そして今日はスコアラーとしまして部員の村田悠真くんがベンチに入っている智弁学園和歌山高校です。さあ大会9連覇を狙う智弁学園和歌山高校、春以降47試合を戦って33勝9敗5分け7割8分5厘チーム打率3割3分4厘と今年も非常にまとまった高い次元でまとまったチーム力を発揮しています。さあ夏の和歌山大会9連覇を目指してその初戦、市立和歌山との対戦ということになりました。さあ、まあ、今大会でも屈指の初戦の好カードということになっています。さあこの第4試合の審判団ご紹介をしましょう。球審が中島勝弘さん、一塁塁審が藪内勝彦さん、二塁塁審が大道元則さん、三塁塁審が脇卓さんです。両校の選手、試合前のシートノックが終わりました。お互いに大きな声でこれから息を上げていこうというところですね。さあグラウンドの整備も行われています。さあ智弁学園和歌山高校、そして市立和歌山高校、おととしは決勝で顔があったこの両校ですが、今年はなんと2回戦初戦での対戦ということになりました。さあどんなゲームが展開されるのか非常に楽しみな、そして球場にお越しの高校野球ファンもたくさん詰めかけている今日の君寺公園野球場です。昨日は土曜日で3300人入ったんですが、今日はもうはるかにそれ以上のですね高校野球ファンが入っているということですね。この放送は君寺公園野球場から実況中継でお送りしています。皆さん、いよいよ年金だけど、いつからどんな手続き、そんな時は JA バンクへ。なるほど、年金の受け取りは JA に相談。街のみんなも JA バンク。和歌山県建築士会は木造住宅の耐震診断、耐震補強、家具固定など県民減災運動を推進しています。建築に関わることは建築士会会員にお任せください。マミークリーニングは7月から9月まで浴衣セール開催。県内全域で48店舗展開していますので、この機会にぜひお近くの店舗にご来店ください。ここでしか学べない美容がある。国家資格プラス専門スキルを身につける。就職率 100% 国家試験合格率全国トップクラス。ただいまオープンキャンパス実施中、 IBW 美容専門学校。オリジナルがいい、少しでもいい、カラーで早く、しかも安く、そんなご要望にお応えするカラーオンデマンド印刷システム、井出印刷株式会社。さてテレビ和歌山高校野球中継では皆さんから球児たちへの心のこもった応援メッセージを募集しています。メッセージは携帯、スマートフォンサイト、またはホームページの高校野球特設ページから応援する学校名を選んでお送りください。テレビ和歌山で検索していただきますと簡単にアクセスすることができます。皆さんからいただきました応援メッセージは高校野球中継、携帯、スマートフォンサイト、ホームページでご紹介をしています。ぜひご覧ください。さあでは早速ですね、その応援メッセージご紹介をしてまいりましょう。今日は三塁側です。市立和歌山高校一校に寄せられました応援メッセージご紹介をしてまいります。隠れファンさんです。一校頑張ってください、精一杯応援しています。皆さんが勝って笑顔で泣いている姿が見たいですとお送りいただきました。ありがとうございます。続いては一校の母ちゃんさん。相手がどこでも同じ高校生、一校野球を見せたってやということですね。続いてキャリさんです。今までほんまに一人一人努力してきた一校野球部、練習してきた成果出して絶対勝てる、応援してますということです。続いてはですね、一校バトン部さんからもいただきました。一校野球部諦めずに最後まで頑張れ、バトン部一同心の底から応援してるからということなんですが、今日ですねこのバトン部の皆さんもスタンドに駆けつけています。今日はチアリーダーが15人、ブラスバンドも16名ですね、応援に駆けつけて、そしてバトン部の皆さんもご覧のようなですねコスチュームで応援を行っています。
市立和歌山高校への応援メッセージご紹介をいたしました。さあ今度はですね、後攻め智弁学園和歌山高校、ご覧のように、まあ、全校生徒応援もすっかりおなじみになりましたけれども、こちら智弁和歌山へのメッセージご紹介をしましょう。ポケモン大好き智弁応援団さんから、応援団さんからいただきました。今日もスタンドから熱い声援を智弁内に届くように一生懸命応援します。頑張れ智弁、行くぞ甲子園といただきました。続いては元野球部さん、今年も甲子園に C の文字を掲げてください、頑張って原さんということで、ピッチャーの原くんへのメッセージですね。それから続いてノリピーさんです。今年も智弁の強力打線期待しています、甲子園目指してまず一勝をといただきました。続いてはですね、ジョックロックさん、智弁の夏の君ならそれを見るたびに私の夏が始まる、智弁の夏の甲子園それを見るたびに私の夏がきらめく、智弁頑張れ、夏はまだまだ始まったばかりだといただきました。続いて智弁和歌山 OG さんです。9連覇目指して頑張ってください、今年も甲子園連れてってね、大阪から応援していますということです。続いては活性活性智弁さんです。打って打って打ちまくれ、何が何でも9連覇というふうにメッセージを頂戴しました。ありがとうございます。それから続いてはですね、S3 期生一同さんですね。甲子園に行きたいって気持ちは君たちが一番強いはず、一番甲子園に行きたいって気持ちの強いチームが甲子園に行けるってことを忘れずに、目の前の戦いを全力で頑張ってください、応援していますということです。以上、智弁和歌山にいただきました応援メッセージご紹介をしました。この後もですね、応援メッセージ受け付けておりますので、どしどしお寄せください、お待ちをしております。さあご覧のように一塁側の智弁学園和歌山高校のスタンドぎっしりとなりました。夏の和歌山大会9連覇を目指しての、まあ、その初戦の戦いということになるわけなんですが、さあそれでは今日のこの試合の解説の松本智久さんに、この両校初戦どんな戦いをするのか、その見どころを伺ってまいりましょう。松本さん、はい、しかし智弁和歌山、そして一高とですね、はい、一昨年は決勝で顔が合っていますし、そうなんですね、この10年振り返ってもですね、一昨年決勝、それから92回大会、それから87回大会は準決勝で顔が合ってるんですね。そうなんですよね、はい、本当に、素晴らしい試合をですね、まあ、展開しています。はい、さあ今日のこのポイントなんですが、まず智弁和歌山先発ピッチャーが吉川ですね。そうですね、はい、春の大会ですね、ちょっと調子が悪くてですね、はい、まあ、登板機会がなかったということなんですが、まあ、それが少し気がかりなんですけれども、だいぶ復調してきたということですから、はい、いい投球を期待したいですね。智弁和歌山の高島監督、先発ピッチャーは今日誰ですかと伺いますと、まあ、吉川ですと、どうしてですかと伺いますと、もちろん初戦だしエースで行くで、まあ、調子が、ね、戻ってきたということですから ね、 そ う、 ですね、そういうふうにおっしゃってました、はい、で練習試合でもなかなか長いイニングは投げていないということなんですが、ちょっと腰に違和感があったということと、やはり全国的にも注目されるピッチャーということ で、ね、精神的にもですね、少しこう、自分の中で集中力が切れた部分もあったそうですね、はいはい、ただ、先週ですか、敦賀気比と練習試合をやって5回を投げて非常に無失点に抑えたということなんですが、そうですね、いいピッチングだったらしいですね。そうですね、そう言われてましたね、はい、ですからもちろんも去年の夏の甲子園も経験しているピッチャーだし、そういう部分ではこの夏の君寺の初戦、自分の気持ち の、 この盛り上げ方ですかね、はい、自分分かっていると思いますけれどもね。そうですね、甲子園でもですね、経験していますし、経験も実績も十分でありますからね、はい、その点では大丈夫だと思います。去年の夏の甲子園では智弁和歌山は初戦で神村学園に敗れたんですが、この時に先発をして8回打たれたヒットが8本、奪った三振が8つ、与えた四死球が4、3失点ということでしたけれども、もちろん自分自身では満足のいけるピッチングではなかったということで、まあ、そういった気持ちで今年ぜひとも甲子園で勝ちたいという気持ち強いでしょうからね、はいはい、さあその吉川に対して今度はやはり市立和歌山の打線ということになってきますかね。そうですね、はい、まあ、毎年ですね、まあ、強力打線と言われているんですけれども、今年もですね、本当に、1番から9番までですね、はい、切れ目のない打線になってますね、それとですね、はい、今日先発9人のうち
7人までが左バッターというふうになっていると思うんですけれども、智弁和歌山が7人なんです ね、 そうですね。それから市立和歌山は5人、そうですね、4番の川本はスイッチヒッターですからね。ですから左の吉川に対してその左バッターがどういうバッティングをするかということも注目ですね。そうですね、はい。この両校なんですが、去年の二次予選の決勝で顔があって、その時には14対0で智弁和歌山、そして今年の春の大会では準々決勝で顔があって11対0で、これも智弁が勝っているんですが、高島監督からしますと、あの時はあの市立和歌山のピッチャーも少しこう制球がボールが多かったので崩れてしまったけれども、本来のピッチングをされるとなかなか厳しいなということでしたね。そうですね、まあ、そう言われてましたが、市立和歌山のですね、半田監督もですね、はい、その時の、昨年の秋春もですね、はい、守りで自滅したということで、それはもうすでに修正してきたということなんで、そうですね、はい。さあ、両校の選手が一塁側、そして三塁側のダッグアウト前に並んで審判団の登場を待ちます。大会3日目の第4試合です。試合前の挨拶を行いました。そしてスタンドから大きな拍手が沸き起こります。智弁和歌山の9人がそれぞれのポジションに散っていきました。では早速ご紹介をしてまいりましょう。マウンドには背番号1番吉川雄大、チームの中心選手、昨年は甲子園のマウンドも経験しています。リードしますのは17番の大沢一成、強肩です。去年の夏の君寺、吉川とバッテリーを組みました。ファーストは14番をつけています山田翔一郎です。バッティングが非常にいい選手です。セカンドは坂本翔太です。安定感のあるプレーが持ち味です。サードは16番の田中宏明、2年生、急成長してきました。そしてショートは大倉拓也、3年生、3拍子揃った選手です。外野です。レフトは19番をつけました。打撃が非常に伸びてきたということで、今日先発に使われている2年生片山翔太。センターです、西健太郎、3年生、強肩、守りは全国レベルです。そしてライトです、キャプテンです、天野光大です。甲子園では2打点をマークしました。吉川、それから坂本、大倉、天野と去年からのレギュラーメンバーです。マウンドに上がったのは吉川です。ご覧のサウスポーピッチャー、まあ、全国的にも注目されているピッチャーですよね。そうですね、はい、春以降134回3分の2完投が9、完封4ということなんですが、まあ、普段に比べると投球数、投球回数も若干少なめです。春は公式戦では投げていません。その吉川がこの夏の和歌山大会3年生になりまして、その初戦のマウンドを任されました。この吉川の持ち味というのはどんなタイプのピッチャーでしょうかね。そうですね、まあ、やはりストレート、ですね、はい、それと、スライダー、はい、本当に、よく切れるボールなんで、このスライダーをですね、はい、市立和歌山の各打者がですね、はい、よく見極めることが大事だと思います。はい、さあ、そしてですね、去年から週末の土曜日曜、そして夏休み期間中に一般から応募いただいた野球好きの小学生に始球式を行っていただいているんですが、この第4試合、橋本市立城山小学校の丸山智美さんが始球式を行います。なかなかユニフォーム似合ってますね。そうですね、はい、さあ 18.44m、 このピッチャーキャッチャー間一礼しました。おお、いいボールですね。見事です。橋本市立城山小学校の丸山智美さんの始球式ですが、これは本当にいい思い出になるでしょうね。さあ、今スタンドからもですね、丸山さんに大きな拍手が送られました。さあ、そしてこれから智弁和歌山、市立和歌山の対戦が始まるわけです。智弁和歌山は吉川と長野バッテリー、
智弁和歌山は1年生キャッチャーの西山というキャッチャーいるんですが、あの1年生ながら公式戦でも、ね、出場していたんですが、はい、今日は長が調子を上げてきたということと吉川との相性を考えて、そうみたいですね、ね、今日はあのマスクをかぶるそうですね、はい、長がマウンド上に行きまして一言吉川に声をかけました。1回の表市立和歌山の攻撃です。左バッターボックスにキャプテンの村原が入りました。今球審の中島さんのプレーボールの声がかかりました。初球はボールです。智弁和歌山対市立和歌山、夏の甲子園出場経験のある強豪同士の対戦です。初球はボールです。2球目アウトコース、まあ、左バッターのあのコースというのはなかなか厳しいですよね。そうですね、あのいいコースに決まっています、はい、まあ、やはり立ち上がりでしょうね、不動のリードオフマンです。キャプテンとしてチームをまとめている村原大輔です。市立和歌山はこの村原はじめ杉野、川本、通りが去年からのレギュラーメンバーです。打点2塁打三塁打本塁打とすべてチームナンバーワンの村原です。外のボール見ました。ツーボールツーストライクです。春は公式戦投げていませんでした吉川です。ですからこの立ち上がりが大きな注目ポイントになってくるわけですが、強打の村原を迎えています。大きく振りかぶる、これはハーフスイング、バットが回りました。一塁へ送球されてワンアウト。まず先頭バッターを三振に打ち取りました吉川です。今外への変化球ですかね。そう、そうなんですね、はい、このボールの見極めが大事ですね、はい、ストレート、カーブ、それからスライダーというのが一つありますんでね。一塁は三塁はアルプススタンド、二番のショートの通りを迎えます。右バッターですが右方向へ打つのが非常にうまいバッターです。この人も去年からレギュラーメンバー、昨年はヒット2本放っている通りです。市立和歌山はこれまで夏の和歌山大会は14年連続初戦突破しています。去年も初戦和歌山高校に2対0で勝ったんですが、3回戦で耐久に3対4、9回サヨナラ負けでした。変化球ファールボール、一高の半田監督は吉川に対してボール球を振らずに打てる球をいかにしっかり打つことができるか、特に低めのスライダーの見極め、これをうまくしたいというお話もされていたんですが、1番2番こちら今立っているのが半田慎一監督です。去年の8月からチームを指揮されています。一高の OB、2ボール2ストライクです。まだここまでそれほど投球は少ないんですけれども、松本さんご覧になって吉川はどうでしょうかね。そうですね、はい、低めには来てるんですが、はい、ややストライクとボールがはっきりしているような感じしますね、高く上がりました。レフトです。レフトが手を挙げています。片山です。2アウトになりました。一高の1番2番が倒れました。まず2人を打ち取ってこれからクリーンアップを迎えます。宮地です。春以降は3割1分1厘、夏
の和歌山大会9連覇を目指しての初戦の戦いです。智弁和歌山です。空振り、やはり少し変化してるんですかね。そうですね、あのスライダーだと思うんですけれども、はい、ストライクからボールになるボールですね。ワンボールツーストライクです。バッター宮地に対して4球目ワンバウンドになりました。今松本さんがおっしゃっているように少しボールにばらつきがありますかね。そうですね、はい、まあ、しかしあの低めに集まってますから、はい、それにしてもですね、はい、まあ、非常に冷静には投げてますよね。あ、なるほど、さすがに去年の甲子園も経験してるんで、その辺はもう経験十分ですからね、はい、空振り三振。3番の宮地をスイングアウトに打ち取りました。上々の立ち上がりを見せました智弁和歌山のエース吉川です。1回の表終わりました。おめでとうございます。素敵なお部屋やおしゃれなお部屋お任せください。お部屋探しのパイオニア賃貸住宅センター。日本で初めて蚊取り線香の大量生産に成功したライオンケミカル株式会社。その鼓動は今なお皆様の暮らしとともに続いています。ライオンケミカル株式会社。今日の僕はいつもと違う。明日の私はきっとできる。わかるから楽しい、面白いから好き。希望は頑張る君を応援します。21世紀企業活動において産業廃棄物の適正な処理は必須事項です。解体から処分まで私たち平成研機にお任せください。廃棄物処理を通して地球環境を考える株式会社平成研機。では1校の各ポジションを紹介しましょう。マウンド上には山田秀樹です。球種が多彩です。三振の取れるピッチャーです。リードするのは背番号12番の田中裕太、1年生です。そしてファーストは山口誠吾は2年生。セカンドはキャプテンの村原大輔、チームの要です。サードは川崎翔です。安定した守りを見せます。ショートは通り広美、3年生。球際に強い内野手です。レフトです。守備範囲の広い宮地浩二です。そしてセンター川本涼介、外野の要です。そしてライトは杉野光輝、俊足です。以上が守りにつきました1校です。さあ1回の裏、智弁学園和歌山高校です。トップバッターの坂本が左バッターボックスに入りました。去年は2番を打っていた坂本です。夏の和歌山大会は21打数で6安打5打点という成績、3つの犠打があります。さあ松本さん、はい、今度は1校のですね、先発の山田の立ち上がりですよね。そうなんですね、はい、今日私ですね、注目したいのは、はい、この、ピッチャーの山田君の出来ですね、はい、あの市立和歌山としましてはですね、ロースコアで試合をですね、まあ、進めたいということがあります、はい、ですからこの山田君のピッチング非常に、注目されます。智弁のリードオフ番の坂本です。安定感のあるバッティング、まあ、先ほどもご紹介しましたが去年からも大活躍しているこの坂本、本塁打10本を春から打ってるんですがチームナンバーワンです、まあ、1番ですがそれほどですね、大きい選手ではないんですけれども長打力も秘めています。智弁は1番から9番まで左バッターが7人います。1番から5番まで左、いい当たり。6番の山田、ラストバッターの長が右打ち、あとは全員左、あとは左バッターという智弁和歌山です。センターです。一直線センターを中手に入った、シングルハンドキャッチ。センター俊足の川本がこのボールを取りました。ワンアウト。
いやしかし打球伸びていきましたね。そうですね、まあ、しかしながらあのピッチャーの山田君、はい、あのストレートは まずまず走ってると思います、はい、非常に球種が多くてカーブ、スライダー、ツーシーム、チェンジアップ、フォークも投げるという山田です。2番の田中です。背番号16番ですが、今日は先発メンバーに起用された田中、まあ、春以降非常に成長著しい選手です。ワンボールワンストライクです。去年の秋対戦した時にこの山田が秋の大会決勝で智弁と対戦したんですが、先発して6回を投げて9失点。ただコントロールが少し悪くて智弁打線に捕まってしまったということですからね、はい、今日もあの本来のコントロールを出せばね、そう打てないだろうということなんですが、三塁線はオフェアです。ワンバウンド、サードの川崎から一塁の山口にボールが送られました。ツーアウト。白い歯がこぼれます。サードの川崎です、まあ、内野手はこうやって一つボールを処理すると楽になりますね。そうなんですね、お互いに夏の君ら今年の初戦です。さあそして3番の大倉、この人も去年夏の君らを経験しているバッター。決勝まで23打数の5安打1打点。変化球、これはバットが回っています。1番2番と強打者を打ち取りました。マウンド上の山田、そして迎えるバッター、ここからも怖いバッターが続く。空振り、あちょっとこれはアウト、カウント間違えましたね。ワンボールツーストライクです。追い込んだバッテリー、山田田中のバッテリーです。あの高めのストレート伸びてるんですかね。そうですね、自分の各打者が、はいはい、まあ、ストライクを、まあ、揃えすぎないことが大事ですね。なるほど、はい、変化球、これはいい当たりだ。左中間真ん中を破った。俊足の大倉、一塁から二塁へ向かう。今レフトがボールを取った。二塁から、いやここでストップした。ボールが内野に返ってきました。3番大倉ツーベースヒット。少し甘くなったんですが、はい、うまく左の方にですね、ナイスバッティングですね。逆らわずに持っていきましたね、はい、大倉見事なバッティングを見せました。ツーアウトランナー二塁です。そして迎えるバッターが4番の吉川です。まあ、投げる方も注目されるんですが、この人バッティングもいいんですよね。そうなんですよね。初球ストライク、まさに投打のチームの中心選手であります吉川です。非常に懐の深い構えを見せています。少し詰まりましたか。ライトが前に来る、前に来る、取りました。ライトの杉野です。1回の夏智弁和歌山、ツーアウトから大倉がツーベースヒットを放ちましたが、ここはピッチャーの山田が抑えています。1回を終了しました。0対0です。